現在ただいま話題の JRE バンクですが、加入しようかどうか迷ってましたが、私は今のところ加入する予定はありません。3万円の資産残高で3000ポイント、 JRE バンク口座の引き下ろしで1000ポイント、給与年金振込で2000ポイント、得ですよね。この中で JRE バンク割引券、どこかにビュー2000ポイント、モバイルスイカグリーン券なんですけど、スイカグリーン券もこの値段ですので、ぶっちゃけ常磐線の特急の駅ネットで予約した方が安いんで必要ないかなと。でそうですね、どこかにビューンの割引なんですけど、今 JRE ポイントステージで、結構ポイント溜まってるんで、それで十分かなと思って、今のところ JRE バンクは加入する必要ないかなと思ってます。